はい、どうもこんにちは、こんばんは、トラです。そして、沼です。のりです。イエーイということでね、男3人 Vlog 開始したいと思いまーす。マジで暑苦しい。目的地は草だったんですが、もしかしたら寄り道するかもしれません。ということで楽しくやっていきたいと思います。いや、一応丸。ある一定のところまで、ドキドキまーす。ということで、軽井沢に向かうことに我々なりました。おはようのレッドブルです。寝ておりません。開けてください。申し訳ない。はい、ということで、乾杯したいと思います。お疲れ様です。ということで、次のシーンまで行きたいと思います。はい、ということでね、着いたんですけども、軽井沢に朝6時運転しました。後ろで寝てます。ということでね、いろいろがオープンするまで寝たいと思います。というわけで、時飛ばしじゃない、もうおやすみ。おやすみ。じゃあとりあえず皆さんおやすみなさい。はい。よい子は寝る時間だからね。おはようございます。おはようございます。チャーチャーク軽井沢今土曜日9時30分手前でございます。イエーイ。はい、私たちはこれからですね、どちらに向かうかと申しますと、沼ちゃん。朝ごはん食べに行くんですけど、まあ行っていいからのお楽しみってことで、了解です。というわけで、そこの朝ごはんの場所に到着まーす。はい、ということで朝飯着きました。ミクリアというところに着きました。和食ご飯なんですよね、沼さん。そうです。卵かけご飯とかとろろとかおにぎりセットとかあったんで、結構美味しく食べれること。メニューその3つだけなんです。メニューその3つ。はい、 TKG。テーブルで。いえいえ。見てください。朝はここ。ね。お昼だとまたちょっとだけ変わるみたいなんですよ。信州味噌午前。ほんとほんと、ちょっと変わるね。ここだけ卵かけご飯ここだけなんですよ。でも意外とお蕎麦もあって、まあ一品料理あるから、やっぱお蕎麦なんですかね、信州蕎麦っていうか。いいね。で、裏がこんな感じです。ちょっと楽しみですよね。はい、ということで食べていきたいと思います。いただきます。とりあえずメニュー紹介。これ卵かけご飯 TKG でございます。沼ちゃんはおにぎり御膳です。おにぎり御膳。いや、美味しそうですよ。そしてとろろ御膳です。とろろ御膳。お、あざ。とろろ、卵、おにぎり。